だよっていうと嘘でも信じちゃうんですよね。あの逆に言うとそういうやついっぱいいるんですよ。だけど僕はあの事実だけをあのできるだけ皆さんにお伝えするようにしています。でも自慢ではないです。あとは、大学で勉強しましょうみたいな話が出てくると思うので、僕勉強してなかったんで自分のことを棚に上げます。はい、あと母国愛、要はですね、まあ、日本のスポーツに関係してすごい厳しいことを言うようなになる場になると思います。でもあの皆さんにも分かっていただけると思いますが、そこには我が国どうにかしなきゃねっていう母国愛があります。あと、ステイポジティブ、要は前向きな話しか言わないです。あんまりあの、言わないというか、アメリカで自分が感じている、前向きな話しか、日本のスポーツでこれなんとかできるんじゃないのっていうことしか言わないです。なぜなら、アメリカのダークサイドをシェアし始めたらこの1時間半では止まらないので、はい、要は、まあ、あのアメリカにはいろんなあの日本ではありえないような問題が出てきたりしますので、はい、あとこれ一番大事、ね、システム憎んで人を憎まず、要は今起こっていることをどう、例えばじゃあ分かんないです、大阪体育大学であのこういう、指導があってそれ良くないんじゃないかって言って、でも僕はあのその指導をしている人を憎むんじゃなくて、今起こっている現状を、それがあるシステム全体を憎もうと思ってます。要はあの人に文句を言ってるんじゃない、そのベクトルは人に向いてるんじゃないことだけ理解してください。はい、じゃあこれはね、最初まずアメリカのスポーツについてびっくりしてもらおうと思って、あのびっくりって検索するとこれが一番最初に出てきたので、はい、次行きましょう。僕ですね、城西大学っていうあの田舎にある学校なんですけど、まあ、まあここも十分田舎ですね。俺最初来てびっくりしました。エコノミック、僕ね経済学なんですよ。経済学専攻、経済学部経済学なんですけど、アメリカでエコノミクスメジャーっていうと、統計学要はね数字に強いんだなって言われるんです。はい、あのこれ覚えておいてください。あのビザ、例えばアメリカで仕事をしたりとかアメリカに進学しようとしている人は、経済学、統計学とかあのエコノミクスっていう授業を取ったりすると、結構それがあの数字のことでびっくりしたりします。日本とはちょっと違います。まあ、なんで、僕は、まあ、たまたまエコノミクスメジャー統計学のことなんで、数字のことについて皆さんに、最初に言ってちょっとあの、まあ、アメリカと日本の違いを説明したいなと思います。11ミリオン、これは、アメリカのカレッジフットボールの、ヘッドコーチ、どうだろう、大阪体育大学のヘッドコーチ、ちゃんとお金もらってんのか、ね、誰かアメフト部の人いますか、まあ、いても、ヘッドコーチお金もらってるかな、ちゃんと、大丈夫、あ、分かった、そこから改善しないと、日本のスポーツの一番いけないところはボランティアなんでね、あ、僕はこれも、こういうお話いただいて、あ、そうだ、大事なこと言っとこう、これね、僕、実は、この日も、他にも、なんかオファーがあったんですよ。こういうことやってくれませんかと、それは企業なんですけど、要はスポーツマーケティングのことを話してください。でも、で、企業なんで、実はすごい倍ぐらいお金くれるって言うんですよ。でも、僕今、実は日本のいろんなスポーツのことに問題を、問題意識持ってるんですけど、これね、大阪体育大学と聞いて何を思い出したかというと、あ、割と、この学校の子たちは、指導スポーツの指導者になるんじゃないかと思って、でそこの指導者の意識から変えていかないとスポーツ全体が変わっていかないと思ったので、あ、だったらあの藤本先生もいらっしゃるし、あの浅野浩平もいるので、ここでぜひ応援させてくださいと、ね、浅野浩平というのはあの僕の古い友人であります。ここにいます、水泳部の、ね、コーチ、はい、コーチになります。はい、11ミリオン、これね、あの、まあ、同じ大学生18歳から22歳を教えている、監督ヘッドコーチなんですけど、これアラバマ大学っていう全米で、まあ、一番強い学校って言われているところのヘッドコーチの年俸です。なんで12億円ぐらいかな、円にしたら、はい、43ミリオン、まあ、45億円ぐらいかな。これは、アメリカってカンファレンスといって、例えば、東京六大学とか、なんか関東大学リーグとか、みんなそんないろいろあると思うんですけど、アメリカは学校でカンファレンスを作ってて、競技ごとじゃなくて学校ごとで作ってるので、例えば僕がいるところはパックテールといってパシフィックガーデン、はい、それに乗られて、なんか LA のディズニーランドに招待されて、なんかディズニーランドで遊び回るっていう、なんかそんな、あのいい、ハイランキングの、ボールゲームというのに行くと、そんな扱いも受けます。あとこれ余談ですけど、面白いのはアメリカってもちろん大義名分必要ですけど、
警察が金で動くっていうね。僕たちスタンフォード大学 の、 アメフト部なんで、まあ、人気者なので、例えばテロの対象になりかねませんとか、そういうことを言うと警察が、はい、じゃあ2時間いくらですとかって見積もり出してくるらしいです。まあ見積もり見たことないですけど。で、カリフォルニアはすごいそれが高いんだ。なんか地方に行くとすごい安いらしい。面白いですね。それはアメリカが要はまあちゃんとそういうことに気を使ってるっていうのもあれだし、警察がそういうことでお金を稼ぐことも別に悪いとしてないということですね。さあ次行きましょう。あ、これ一緒ですね。まあ、さっきのランキングで、カレッジアスレチックビジネスの特徴としては莫大な寄付金があります。あとはフットボールでの収益、フットボール、バスケットボール、サッカー、野球、この辺入れて多分9割以上じゃないですかね。だから儲かってないスポーツも結構あるんですよね。ただフットボールで言うと儲かり続けるビジネスモデルだと。はい、まあこれは、まあ、さらっといきましょう。左側はバムテックっていうですね、メジャーリーグが2001年に、各チームで1億円ずつお金を30億集めて、作ったバムテックっていう、メジャーリーグベースボールアドバンストテクノロジーという会社があります。はい、でそこの中にで彼らは、要はこれからはそのデジタルの時代だったり e コマースの時代になるって言ってそれを始めて、まあ、結論からその後の人生でも成功するんですよ。アスリートとしてじゃなくても。でもそのね、自分の愛する国から出た25個のうち、その後なんか素晴らしいビジネスマンとか、まあまあなんか政治家は中には少しいたりしますけど、まあ言葉を選ばず言えば賢くていろんなことやってる人たちが取ったメダル25個、一つのキャンパスから取った25個と、一つの国から言葉を選ばず言うとアホばっかりでしょ、これ勉強できない人たちばっかりでしょ、25個で。それが同じでいいのかと、それにすごくショックを受けて、まあ皆さんにこういう話をしたりとか、なんかまあ本書いたりコラム書いたりっていうのを実は始めたのがこの北京オリンピックでした。まあ、でもこれは責められなくて、人は責められなくて、もう今が何ていうか、これこそシステムに組んでるんですけど、要はそれだけを やってきた子たちと、やってきたアスリートと、やってきた人間、あとそれだけをやることを強いられてきた人間と、あとそれだけやることを許されてきた人、社会が許されてきた人間なんですよね。なんでそこの部分は変えていかなきゃいけないなと。でまあ、それはちょっと後でもお話しますけど、でスタンフォードからリオのオリンピックでは、27個出てますと。ただ日本が41個なんで日本頑張ったなと思うんですけど、これブレイクダウンすると、普通銅メダルが多くて銀メダル金メダルってなってるんですけど、スタンフォードと逆でこれで金メダル15個あるんですよ。で銀銅とどんどん下がっていくと。一番金メダル取ったの誰だか知ってる？スタンフォード水泳部なのに知らない？ケイティ・リデッキア。あ、でもお前も知らなかったもん。はい、そうなんです。で、あとは莫大な、要はそれをアスリートたちに向けて莫大な寄付金が世界中から集まってきてます。あと面白いのは、あれスポーツ局って言いましたよね。僕らスポーツ局にあたるアスレチックデパートメント350人のフルタイムがいます。そのうち150人はコーチなんですけど、でスタジアムのオペレーションとかそういうパートタイムを入れたら1000人くらいになるそうです。だからデパートメントの中に人事も経理も総務もマーケティングも全部あります。まあ、これはいいや。これここで休憩しようと思って休憩って打つとこれが出てきた。じゃあ次あんまり時間もないので行きましょう。コーチ、僕個人ですけど、まあ、みんなこんな感じじゃないかなと思ってます。アメリカのコーチは、まあまあみんながみんなじゃないですよ。日本だってそうですから、あれですなんかよくしたりするのが面白くてこの仕事してます。それって楽しいよねって話です。あとグッドイングッドアウト、今日のこの場もそうですけど、自分で学んだいいものは誰かにちゃんと還元しましょう、アウトしましょうなんですね。あとね、一
番大事なんですけど、これ僕の人生じゃないんですよ。彼とか彼女らの人生なので、でこれこの縁が彼とか彼女アスリートの人生なんです。僕らスチューデントアスリートって呼びます。アスリートの前にスチューデントなので、スチューデントアスリートの人生だとすると、僕らが関われるのってこの赤いドットぐらいなんですよね。もっとちっちゃいのかもしれない。理想的なのはあの赤いのが青いのにどんどんこう好影響としてにじんでいくっていうのがいいと思うんですけど、あの赤いのをがなんかこう暗いダークなドットを残すわけにいかないですよ。そんなあの資格があるわけがない、あの指導者に、はい、なのでアスリートフューチャーファーストっていうふうな言葉を使ってます。そうだな、なんかどっかの知事がオリンピックでアスリートファーストだって言ってましたけど、なんかもう僕それ聞いて笑っちゃったんですよね。いやアスリートは特に、大学生ぐらいまでの若い子たちは、オリンピックでメダル取るために、世界選手権でメダル取るために、オリンピックに出るために、またはチームメイトのために無理するんですよ。僕はもう僕にやらせてくださいと、ここは僕はやりますと。だけどそれを止めるのが指導者なんですよね、あの僕から言わせれば。なんでさっきから言ってますけど、アスリートのフューチャーのことをちゃんと考えてますかと、はい、アスリートをファーストにしてしまうと、彼らはあの時に暴走したりするので、それをちゃんとアスリートフューチャーファーストを考えて、指導者がいるもんじゃないかなというふうに思います。で、彼とかこれが彼とか彼女の人生だと考えると、ね、あの年頃の女性に髪型を強制することもできないし、恋愛禁止なんて言えないし、もっと言うと例えば怪我、まあ男女関わらず、ね、怪我を、無理させることもできないし、ただやっぱり日本 の, あのスポーツ社会ではそういうのがすごい横行してるんじゃないかなというふうに、まあ、外から見てると思います。もっと言うとあの女性とアスリートであることすら、そんな普通に人間として簡単、一番簡単なことすらあの両立させてもらえない。だから、まあ、だからじゃないけど、まあ、それはあのそうは言いませんけど、アメリカってすごいアスリートの子が可愛い子多いんですよね、はい、それは可愛いというか、ちゃんとその女性としてあの生きてる、要はアスリートである前に女性として生きてる人がすごい多いと思います。まあ、可愛い可愛くないは僕の主観なのですみません。これね、ケーススタディ、はい、公平朝野ってそこに載ってますけど、これね、あのこの人向こうで何年くらい前、10年くらい前に知り合ったんですけど、もうね覚えてるんですけど、あのこれあの、まあ、言ってみたら北九州だっけ、はい、小倉どこ、小倉です。小倉のあのまあ柄の悪いところのね、スイミングスクールの息子なんですけど、あのね、僕は大学、要はあの大学生とか高校生を教えるのに、手を出しますと、手を挙げますと、それは分かんないやつにはあの一発入れないと分かんないんですよって言うんですよ。でそれをお前本当にあのなんかまあアホだなっていうので、それを確か1年後、まあ、何年後かに聞き返したら、そんな発言全然忘れて、要はアメリカでコーチングを数年経験した後に、お前そんなこと言ってたよなって言ったら、そんなこと絶対言ってませんって言うんですよ。信じられません。要は生徒に手を挙げるなんてことはあるわけがありませんって言うんですよね。まあまあ、あの向こうに行くとそうやって変わると。で、これ DJ ダーキンというのは僕が、尊敬する人なんですけど、この人にその、ちょうどその公平と話した後かな、要は日本の指導者たちについて、日本ってあのスポーツあんなに小さい国で人口少ないけど頑張ってるよね。で、まあ僕は問題意識をいろいろ話して、で一つ、もし恥ずかしながらまだアスリート、子供とかのアスリートに手を挙げるどうしようもないやつがいると言ったら、この DJ っていうのがすごい悲しそうな顔をして、そうかと、それって犬や猫と一緒だよな、要は自分が気に食わないことがあるから手を出すんだろうと、要は自分が気に食わないことがあるから引っかいたり吠えたりするんだよなと。で、神様は人間にしかあの言葉でのコミュニケーション能力を与えてないのに、
人の上に立つべき、人を育てるべき指導者がそれを言葉で分からすことができないのかと。なんだだから、ね、お前の言ってることを信じられないみたいな顔して見るんですよね、僕のこと。もうこれはショックで、言ってみたら DJ その時ちょうど赤ん坊がいたんで、言ってみたらあいつと一緒だろって、お腹すいたら泣くんだよね。で、自分の気に食わない、要は自分がやろうとすることができなかったやつが人を教える立場にかかわらず、自分のこう愛すべき子供たちに手を挙げるという意味がわからないと。まあ、それを聞いてショックだった話を皆さんにシェアしたいなと。あとね、これね、ソフトボール部の人います？ここにいないんだ。あるのかな、ソフトボール部ある？ありますね。そう、これね、去年、チャンピオンシップで、まあ、負けたんですよね、日本が。これ皆さん、あの右側のこのピッチャーのとこ見てください。6人の系統で10回、ね、これあれですよ、ワールドチャンピオンシップですよ。片や左側見てください。こうね、上野さんという人がずっと投げてるんですよ。もうね、一つのチャンピオンシップのことを考えるので精一杯なんですよね。もうこの上野さんがこの後どうなるかとか、まあまあ確か結構なベテランだったと思うんですけど、あの多分コーチはそのまあまあ有名な指導者の人だったと思うんですけど、まあで割といろんなところで講演とかしたりとか、そういうなんか素晴らしい方らしいんですけど、まあ指導者としてはアメリカでは絶対評価されないですよね。一つのチャンピオンシップ、一つの金メダルを取るだけのために一人のアスリートをあのこうやって酷使するという。これを見て向こうで、まあ、結果は頑張ったなと思って見て、細かいところをクリックしたらこんなのができたんで、すごいびっくりしました。ナショナル、要はあれですよ、代表ですよ、我が国の代表たちがこんなことをやってるという、しかもそれを社会が許すという。あ、これね。で、皆さん本当にあの指導者になるときに考えていただきたいんですけど、それぞれの一人一人のアスリートの未来を考えているのかと。卓球ってここ強いですか？卓球部の人いますね？いないか。あの僕ね、エリートアカデミーって JOC、 あれ JOC ですよね、確かね。 JOC がやってるところのなんかドキュメンタリーを見たんですよ、たまたま日本